前回の続きからです。今回で第一夜を終わらせたいので結構カットしてます。アニメだな。特にも新しい情報はなしだな。ライターだね。黒い手帳の断片。9月14日、10時、トモエ君か、キリエ、と呼んでいた、あの女の外見は、伝承にある、名は野美子、と一致する。そして、トモエ君、小型氏の殺害方法も伝承にある、それと酷似している、あの女は、名は野美子、だというのか。平坂さんが殺されて、やっと心霊現象を信じたんだね。小型が死んだのは何だと思ってたんだろうな。赤い手帳の断片。鏡が砕ける、砕ける、砕ける。屋敷の中に、たくさんの人が倒れている。たくさん、たくさん。みんな、何かから逃げようとしている。そして、その必死の競争のまま、屋敷の奥から、何かがやってくる。今まで感じたことのない寒さ。もう、夢なのか、現実なのかわからない。これは平坂さんのだよね。何を見たの？キリエが巫女だった時の、先縄の儀式、の手順を、キリエから見せられたんだろう。キリエとは何度か接触があったみたいだし。でもなんで儀式が失敗しただけで大勢死んじゃったの？まあいろいろあるんだよ。それはまた今度な。私に訴えかけてくる。私はもうこの屋敷から出られないだろう。いつまで正気を保っていられるかさえわからない。とにかくこのテープを残す。誰かが聞いてくれているのであれば、その時に私がどうなっているのか教えてほしい。でもできれば夢であった。
平坂さんなんかフラフラしてたけど、正気を失ってたのかな。霊感が強いから色々感じ取っておかしくなったんだろうな。確かこの辺に。いたいた。さて戻るぞ。2階も行ってなかったね。研究所走行の断片。ご神教、ご神教にまつわる伝承。この地方の5つの神社に伝わるご神教は、伝承ではご神教と記されている。この地に降り立った五体の神が、地を離れる際、それぞれの力を封じて鏡を作り、最悪から村を守る神器とした、という言い伝えに由来しているのであろう。一部伝承には、さらにもう一枚の鏡が登場する。大きな最悪、これがまだ時であるかどうかは不明を封じるため、この絵の鏡、すべての神の力を結集し何らかの儀式を行った、というものである。その儀式と、氷室家に伝わる儀式との関連性は明らかではないが、氷室家の儀式にも鏡に関する記述が登場することから、深い関わりがあるのではないか、と思われる。しかし、その、御神教、その伝承は、まとめられた鏡をこう記述している、は存在が確認されておらず、この伝承が、どういう真実をもとに構築されたのかは、不明である。御神教に御神教とややこしいね。この書物によると御神教が御神教の力を集結した鏡ってことなんじゃないか。全然わかんないよ。古い新聞記事、先日、3日間の行方不明から奇跡的に戻った少女の引き取り先が決まった。少女を引き取るのは雛崎氏。消息不明になっている宗像陽三氏の友人にあたる。この少女は、行方不明から戻った後、両親も行方がわからなくなっていたため、警察が引き取り先を探していた。行方不明の間の記憶は、依然として戻っておらず、残り3人の児童もまだ見つかっていない。神隠し事件の続報だな。宗像さんの子供が行方不明だったんだ。美琴ちゃんだったっけ。両親も行方不明か、かわいそうに。そうだな、両親も友達も失うなんて気の毒だな。あれ、美琴ちゃんを引っ張った日向先って、みっちゃんの親戚かな。まあそんなとこだよ。じゃあこの屋敷とは縁もゆかりもないわけじゃないんだぜ。なんか変な石だね。これが必要なんだ。どこへ？おお、グリッとしてるね。あの子たち、いきなり出てきて何言ってるの、この人。この人は美琴の母親だよ。八重さんだっけ、それで。あの子たちか、美琴ちゃんたちを探してたのか。あれ、でも両親は行方不明じゃなかったっけ。まあそれもいろいろあるんだよ。どうしたの、マリサ、またアイテム取り忘れ。いや、取り忘れだ。なんもいないよ。この辺だと思ったが。よ、ここに戻らないと取れないんだよ。目をつぶされた女か、痛そうだね。あれ、なんかいるね。いるな。女の生首。今さら生首ぐらいじゃ怖くないな。悲鳴上げたいのはこっちだ。こんなの普通に怖いわ。やられ方も怖いね。壁からこっち見てるな。平坂さんが手帳に書いてた、あれが切られた首かな。たくさんの首って書いてあったな。あんなのがいっぱい襲ってきたら怖いね。これは、3669だな。開いたね。屋敷の中は荒れ放題だけど、ここはそうでもないね。そういえばそうだな、外のが綺麗だな。音量さえいなければいい屋敷だよな。でも事故物件だよ、何も出なくてもやだよ。宗像さんもよく住もうと思ったよね。より糸の蓋が動いた方が怖かったな。
確かこの辺に。助けて。助けて。誰なんだろうね。先生も縄の跡が。キリエさん一人ずつじっくりと追い詰めていくんだね。人を苦しめるのを楽しんでいるんだろ。9月12日15時20分。信じがたいことだが、やはりこの屋敷には我々以外の何かがいるらしい。私も何度かそれらしいものを目撃している。白い着物姿の女だった。この屋敷で何かが起こりつつあるように思う。我々がそれを目覚めさせてしまったのか。それとも我々の方が呼び寄せられてしまったのか。結構渋い声だね。なかなかいい声だよな。強敵なの？ちょっと苦手でな。教えたかったんだ。霊感が強い平坂しかわからないことを伝えたかったんだろう。死後も心配してるなんて慕われてたんだね先生。黒い手帳の断片。9月14日20時、智恵くんが集めてくれた資料の中に、氷室家に伝わる5枚の鏡についての一節がある。この鏡はこの地方の災厄を払い、異界との門を封じるとされている。この異常事態の原因は、その鏡ではないか。先日の小さな地震で、この地方にある5つの神社の御神教が全て壊れた。私が今回の作品を思いついたのも、その出来事を知ったことがきっかけだ。確か、持ってきた資料の中に新聞記事が入っていたはずだ。現存する御神教には5枚、とされているが、一部の伝承にはもう1枚、本体、の鏡が存在すると言われる。屋敷内で見つけた、民族学者の研究所にも、そう記述があった。その研究所は、あの女から逃れる間に、どこかに落としてしまったようだが、ここからは、私の推論になる。先日、地震で破壊されたという、その5枚の鏡は、本体の鏡を監視する役割だったのでは、ということだ。5枚の鏡が割れた原因は、地震などではなく、本体である氷室御神教の封印が、何らかの理由で、壊れた印であり、そのことを我々に知らせる警鐘だったのではないか。なるほど、神社にある御神教の他に氷室邸に、1枚本体の御神教があるみたいだな。
氷室ご心境か、さすが作家先生わかりやすいね。鳥居があるね。いい年して、高峰先生たちションですか。それっぽく見えるが違うだろ。いきなり仏像って言われてもね。何のことだかさっぱりだよな。これで、第一夜の自爆霊はコンプリートだな。三七式も結構溜まってきたな。これは、絵柄と石を同じとこに収めればいいんだ。これ、暗くてよくわからんな。仏像ってこれのことか。ボス戦だぞ。先生ビジュアル系になっちゃったね。リズムを入れ替えてと。全然攻撃してこないね。コース号がバンバン攻撃するぜ。
黒い手帳の断片。これから私は、ご神経が収められたとされる、氷室帝国の神社へ向かう。呪いにより死が縛られ、逃げることも叶わぬ私にできることは、壊れた封印を元に戻す、という、わずかな望みにかけるしかないから、帝王を手に入れるために必要とされる仏像は、すでに4体まで発見した。残り1体の場所に関する古文書も発見している。哀れなる巫女の魂が神の御前に届くよう、大いなる鳥の足元にその御仏を立て祀らん。うまくいけば、このメモは誰にも読まれずに、私の次回作のプロットとなるわずだ。最後に、私の助手であり、パートナーでもあった平坂智恵くんに、感謝の意を表しておきたい。彼女が残してくれた言葉がなければ、私はこの最後の作品を残すことさえ、できなかっただろう。もし私が戻っていなければ、彼女を手厚く葬ってやってほしい。9月15日、高峰純平。小形さんも死んでるんですよ先生。ちょっとひどいよな。仏像だな。これを教えてたのか先生。五体の仏像に関する古文書。縄の巫女の御霊を弔い、五体の御仏を、御霊の痛みし越しに備えよ。あの女の仕業だというのか。過去に起こった変死事件も、尾形君の死も、智恵君の死も、すべてが。いずれ私にも同じ運命が待っているということなのか。伝承にある縄の巫女の儀式、両手両足そして首、すべてが揃ったとき呪いは成就される。今私の写真にも縄が現れている。時間が残されていない。どうやら間に合わなかったらしいな。せめて、先生ができなかった五体の仏像を揃えようよ。反応ありだね。仏像が映ったな。写真と同じに並べればいいんだよね。そういうことだな。これがご神経。